内田彩 J カントリー。皆さんこんにちは、内田彩です。さあ今週も始まりました、内田彩 J カントリー。この番組は私内田彩が楽しいトークと素敵な音楽を KBS 京都から生放送でお届けする30分です。先日はですね、亀岡ガレリア亀岡コンベンションホールで音楽が奏でる最高のひととき in 亀岡というイベントでね、歌わせていただいたんですけれども、すごいね、いいお天気で気持ちいいホールで、はい、普段なかなかお会いできないファンの方々にもお会いできたりなんかしたりして、すごい楽しいイベントでございました。メッセージもいろいろありがとうございます。この方11月からファンになったおじいさんさん、ガレリア亀岡楽しいひとときありがとうございました。ありがとうございます。アンコール一輪の花とても盛り上がりましたね、名前を覚えててくださったので感激ですと。いやね、こうやって来てくださる方ってこう徐々にやっぱ名前ね覚えていくんでね、あ何々さんですかみたいな感じでこっち側から名前なんか言ったりもしているんですけれども、はい、アンコールもいただいて楽しかったでございます。またね亀岡行きたいなと、はい、思ってます。ありがとうございました。さあさあ今週もお届けしていこうと思うんですけれども、メッセージテーマはですね、有名人で会ってみたい人。今週のメッセージテーマは有名人で会ってみたい人でございます。まあもうね、昔の人とかでもいいですよ、いらっしゃらない方とかでも、はい、もう全然何でもどなたでも結構でございますので、皆さん理由とともに有名人で会ってみたい人教えてください。お便りの宛先はメール、あやアットマーク kbs.kyoto、 全部小文字で aya@kbs.kyoto。 ファックスは075-431-2300、 075-431-2300 番です。また KBS 京都のホームページにリンクされている番組ホームページのお便り送信フォームからもメッセージ送っていただけます。皆さん生放送でお届けしておりますので、メッセージどんどん送ってきてください。毎週抽選で3名様に番組オリジナルステッカーと BS ファインのサンプルリストバンドリパンフレットセットにしてプレゼントしておりますので、ご希望の方は住所とお名前も一緒に書いて送ってきてください。よろしくお願いいたします。それではこの後6時まで内田彩とお付き合いください。この番組はキルガン万浴 BS ファイン鴨繊維の提供でお送りします。鴨繊維という会社をご存知ですか？日本から体の冷えをなくしたい、そんな思いで新機能素材キルガン万浴 BS ファインを生み出しました。1年365日あなたを冷えから守りたい、繊維の力で明日を変える、鴨繊維株式会社。内田やアルバムあなたの板町、アメリカブランソンのミュージシャンたちと作り上げたハートフルなサウンドがあなたの心に響き渡る。内田や6枚目のアルバムあなたの板町、詳しくは内田やオフィシャルウェブサイトにて。まずは一曲お聴きいただきましょう。内田彩で一輪の花。She was it.
KBS 京都からお送りしています。あなたの体を冷え疲れから守るキルガン盤浴 BS ファイン。もうだいぶ暖かくなっては来たんですけど、まだねやっぱりちょっと寒暖差があったりなんかして、なんか寒いんだか暖かいんだかよくわからない日もあったりなんかしてね、なかなか温度調節難しいですよね。着る服もね悩んだりね。まあ全身 BS ファンやったらそこら辺もほんまに大丈夫でございます。というわけで今週もこの方とお電話がつながっております。 BS ファイン鴨繊維株式会社代表取締役の角野光俊さんです。もしもし。こんばんはですね。今日はあそうですか。っこっち結構明るいですけど、ね、社長今日はどこにいらっしゃるんですか。今日は東京です。今日は東京ですか。もうですいつもどこにいらっしゃるか分かんない。ちょっと日の暮れが早いですね。なるほど、はい、お忙しい、飛び回ってらっしゃる。いやいや、で札幌はでも、ちょうど5時ぐらいですね今ね。えなんか空港ですか。空港ですすごい、 いや、はい、もうザ生放送な感じでお届けしておりますけど、はい、間もなく呼び出されると思いますちょっと野良春前にいろいろ、はい、でも最近ね少しだけ出張してるんですけども、はい、本当にもうね、ま、あのまん延防止措置が終わりましたけども、はい、街はもう普通に人が以前に戻った感じですね。そうですね、まあ、もう桜も咲いてきてね、皆さん暖かくなってやっぱり屋外に、飛行機もコロナのね非常事態宣言の時なんかは、例えば岡山羽田便っていうのは非常時は20人とかだったんですね。あそうだったんですね。今はもう3分の2近く埋まってますね。増えてきてますね。で、はい、それでですね、はいはい、BS ファインの新カタログももう出ましたので、はいはい、そうなんですね。新カタログ、はい、やっとできました。やった。じゃあもうちょっとしたら私も手元にゲットできるんですね。はい、まもなく届きますので。やりました。じゃあ今もう届いていらっしゃる方とか、これからご請求の方とかは、ね、新カタログが今週先週の金曜日から発送させていただきましたので、はいはい、だから今カタログをお申し込みいただきますと新カタログに変わってきます。じゃあ今回は春夏カタログですね、はい、春夏カタログ2022年の春夏カタログが、はい、まあ、私もちょっと楽しみにしてます。いろいろね新商品なんかも楽しみにしてください。新商品楽しみ楽しみ。初めてBS ファインのチェアをチェアぜひこういうものがあるということを知っていただきたいので、はい、お値段がどうしても高いのでね。椅子ですよね、はあ、これ実はデザインも実は京都に、日本の支社があるんですけども、はい、ドイツの FP デザインさんと、はい、それから台湾のカーベースト社さん、それから日本のニフトさんというところにコーディネートしていただいて初めてできた BS ファインのチェアも載ってます。はい、これまたね改めて詳しくご説明させていただきます。そうですね、楽しみにしております、はい、いやまあいろんなね商品ありますけれども、メッセージもねもう利用されていらっしゃる方とかがいろいろ来ておりまして、はい、お一人目この方カサブランカさん、初めてメールいただきます。私はこの年になってまだ手足に霜焼けができるほどの冷え性です。特に生理前はホルモンバランスが崩れるせいか霜焼けがひどくなります。いつもこの番組を聞いて体を温めることの大切さを痛感しています。マスクもいいですよねというふうに。はい、マスクもいいですよ。 BS ファインのマスク使っていただいてるんですね、はい、先週もね我が社の社員が、夜花粉症で眠れないと言って、はい、うんうん、ちょうど私の前にいたので、なんでうちのマスク使わないのって言ったらぐっすり眠れましたと言ってましたけど、ね、やっと使いましたみたいな。本当に BS ファインというのは、はい、よく、まあ、この番組でお話ししてますように、はい、実は生地が発熱しないんですね。それがで本当にすごい、うん、繊維の中の鉱石の遠赤外線で体が温まり、はい、その体温を生地が蓄熱して保つだけなので、どんどん熱くなるわけではないんですけどね、本当に体が温まるんですね。なんかちょうどいい温度で保ってくれるって感じですよね。そうです、そうです。だからソックスとか使われる方が、はい、冬になると毎年霜焼けになったり霜焼けなくなったとかですね、はい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 、それから手袋とかもあるんですけども、はい、サンプルのリストバンドだけでも手先の温かさが違うと言って喜ばれてますね。あれね、愛用されてらっしゃる方かなりお見かけしますからね、はい、普段でもね、足首とかにもはめたり、手首もはめてね、お出かけしてらっしゃる方もいらっしゃいますし、だからたまにお客様にお会いするとこれも使ってるねと見せていただけますねそうそう、使ってるとね、特に社長にこれ使ってるんですって見せたくなるんですよね。わ、はい、かります、ウエストを、まあ、腹巻きまで女性の方見せていただきますからね
もう本当にありがたいですね。そうですね。いやでもね、あの下焼きとかね、並んでいらっしゃる方とかも本当に体温めることでまた何か変わってくるでしょうしね、はい、そうですね。だから BS ワイン、本当に体の冷えから守る商品ですから、うそうですね、温めるというよりも、うん、そうです、冷えから守る、あのどんどん熱くなるわけではないんですね。そうなんですよ、はい、だから夏でも使えるんですよね。そうです、そうです、うん、年中使えるという BS ファインの商品、そしてもう一人の方はですね、八日市の大田子さん、この方ウォーキングソックスを愛用しておられるようで、ウォーキングソックスを愛用して、はい、歩いても以前のような足の疲れが少なくなりました。そして先日京都御苑内にあるしだれ桜ほぼ満開でしたよと、あのウォーキングソックスを履いて見に行かれたそうで、これも BS ファインさんのおかげと感謝しておりますと届いております。しだれ桜綺麗です、ね、ね、はい、あのまた見に行かせていただきます。はい、ウォーキングソックスは今回ですね、はい、私どもお客様へ月に1回だけトップレターという形で、はい、あの開発物語っていう DM をお送りさせていただいてるんですね、はいはいはい、でその中に今回ウォーキングソックス、もうこれ 14,5 年前にできたソックスなんですけど、そうなんですね、でそのお話を書かせていただきましたら、はい、あのすごく多くの方からご注文いただきましたね、はい、今欠品寸前ですね。うわうわう、まあ、でもこれね、あの一回吐き出したらちょっと手放せなくなる一品でして、私もめちゃめちゃ愛用してるんですけれども、はい、ほんまにあのこのソックス、はい、特徴はパイル編みなんですが、靴足の底だけがパイルなので今までの靴が履けるんですね、はい、結構ちょっとこう分厚い感じになるとね、靴のワンサイズ上げなければとか思うんですけど、す全然そうじゃないんですよね。それから、足首全く締め付けないんですね。そうでもずってこないですよね、これ。そうです、で、うん、足底がパイルなので、はい、歩けば歩くほど実は足裏暖かくなってくるので、やっぱりあの衝撃吸収もあるんですけどね、はい、長時間歩いても疲れ方が、あの足が痛くなったり疲れにくいと思います。うん、そして蒸れないし匂わないっていうのも私すごく好き で、これねえ、私よりもあやさんの方がよく知っておりますね。はい、めちゃ愛用しているので、はい、そしてもう一方、この方ですね、まこっちゃんさん、あやちゃんのおすすめで購入した敷パッド、あ、そう、もう BS5 の敷パッド、私おすすめさせていただいたんですよ。この方、使用して約1ヶ月、ふわふわの肌触りとじんわりと暖かさに癒されて毎日ぐっすり眠れて最高です。先日あまりにも気持ちよすぎて出勤時間を過ぎてから目覚めてしまい、慌てて家を飛び出しタクシーでギリギリ間に合うという事態になりました。皆様気持ちよすぎるのでくれぐれも気をつけましょうというふうな注意書きが。よかったですね、間に合って。そうですね、ギリギリ。はい、でこの、BS ファインの、まあ、毛布、敷きパッド、それからレムケットっていうのが今あるんですけどね、はいはい、本当に体が人肌のようなぬくもりで包み込まれるような感じなんですね。はあ、で、まだ寒いですから、この時期はまだお布団に入っていただくと、はい、すぐにじんわりじんわり体が温まってくるんですね、はい、で本当に日だまりのようなぬくもりなんですが、うん、汗をかかないんですね。ちょうどいいんですよね、ほんまになんか心地いい人肌というか、なんかもうぬくもり日だまりって感じですよね、はい、まさにって、ちょっと暑くなると汗かきそうな、でもそこまでいかないんですね。そうで体が温まるとやはりリラックスして眠れるので、うん、あのこれ、今テレビ用の CM を作るときにですね、はい、3名の方にモニターしていただいたんですね、はいはいはい、でその方の中には2時間も3時間も眠れないという方がおられたんですが、実は、撮影をさせていただいているにもかかわらず、はい、10分15分で眠られたんですね。絶対なんかそんな人に見られてるというかね、そんな実験やと思って余計寝られなくなりそうですけど、そうです、私だったら絶対寝れないですよね。でもね、あのご本人がびっくりされてました。あ、普段寝られないのにこんなにすぐ寝られたっていう、はい、だからなんかすごい心安やかに、まあ、温まることによってね、あのリラックスされますから、はい、なんかスーッと眠れる。で私も昨日あの都内のホテルに泊まったんですが、はい、家だとすぐ眠れるんです、ね、はいはいはい、で昨日何気なく何も考えてないんですけど、はい、なんか寝つきが悪かったですね。やっぱりこの BS5 のね、布団使い出すとね、もう手放せなくなりますよね。そうなんです。もうとある方はもう常に毛布とかをなんかもうスーツケースに入れちゃうっていう方もね、いらっしゃいましたしね。おられます、実はおられるんですね。
いやもうほんまそれぐらい手放せなくなるんでね、はい、だからあの商品カタログにもねそういったものも載ってますし、はい、あのぜひまた、新カタログが出ましたので特集も、ね、あのたくさんありますからね、ぜひ、 あのぜひお申し込みいただければと思います、はい、そして今の母の日のキャンペーンも、スタートしたということですのでね、はい、5月9日まで、はい、いろんな、ね、あの商品ももらえたりしますのでね、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そしてこのいろんな商品が載っているカタログ、新しいカタログですね、春夏の新カタログ、無料のパンフレットが、皆さんこちらご請求いただけますので、サンプルリストバンドも1枚セットでねお送りいただけます。お電話番号申し上げます。キル岩盤浴 BS ファインのお問い合わせ先です。 0120-259-7890120-259-789カモ繊維までお問い合わせください。もちろんホームページもございますので、インターネットでキル岩盤浴とか BS ファインでねぜひ検索してみてください。よろしくお願いいたします。というわけで、じゃあ来週は所長ちょっと新カタログを手元に、ね、はい、お話できるかなと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いいたします。というわけで、はい、また来週もお願いいたします。ありがとうございます。KBS 京都ラジオから生放送でお届けしております内田彩 J カントリー。今週のメッセージテーマは有名人で会ってみたい人、誰でしょうね。福田川の流れさん、有名人で会いたい人、サッカーの三浦友和選手にお会いしたいです。三浦和義ですよね、三浦和義選手にお会いしたいです。私より一つ年上の和選手、現役のサッカー選手なんで本当に尊敬します。そんな三浦和義選手の鍛え抜かれたボディも見たいですし、そのサッカーに対する情熱もお聞きしたいです。そして刺激を受けたいです。かっこいいですよね和選手ね、まだこうやって現役でされてるっていうのがほんまにもうね、ほんまかっこいい、輝いてはると思いますね。そらお会いしたい、はい、田舎の熊さんさん、さんまさん、もうさんまさん大人気ですね。さんまさん結構来てますよ。私もさんまさん会ってみたいな、田舎の熊さんさんは中学生の時からファン、周りがアイドル好きでも当時の私はさんまさんファンで通してましたと。ふりかけちゃんさんもさんまさんです、面白いから会ってみたいですとそのままですけどね。名古屋の高橋さんも、さんまさんかなと。私もそれなりにポジティブだと思うんですけど、ポジティブの塊みたいなさんまさんに触れてみたいですねと。そうですね、なんかもうもうなんかいいパワーいただけそうですよねさんまさんとねお会いすると。うん、この方はひろみなかぎょうくさんを会ってみたい人、福山雅治さん、ライブには行ったことありますが近くで会ってみたいなと。私も桜井さんライブで見たことあるけど近くで会ってみたい、ミスチルの桜井さんね、はい、わかる。ジンさん、今話題のビッグボス新庄監督ですね、はい、自分のために、どんな試練も前向きに捉えて進んでいけたりする気持ち直接聞いてみたいですね。すごいですよね、もうなんかほんまにねこうめっちゃエンターテイナーな感じですけど、実はめちゃめちゃこう考えていらっしゃる方なんですよね。いやすごいな。財布の中身13円さん、会いたい人、笑福亭鶴瓶さんです。お、鶴瓶さん。理由は、あ、ラジオネームは鶴瓶さんきっかけでつけましたと。この財布の中身13円っていう名前を。ほうほう。ある番組であなたの日本一を教えてくださいというコーナーがあって、僕は日本一の琵琶湖のほとりからメールしてますをメインにして、競馬で興奮しすぎて負けてばっかりで財布を見たら13円しか残っていませんと、そのこともメールに付け加えたら、鶴瓶さんがそれに食いつかれ、面白いこの人に電話しようと言われ、鶴瓶さんと喋らせていただきました。そして鶴瓶さんにかわいそがられて、後日少し高額なクオカードが届いてびっくりしました。そのことが忘れられなくて、財布の中身13円と誇りに思えるけどみっともないラジオネームに変えました。ですので鶴瓶さんにお礼をしたくて会いたいですと。あ、そうなんですね。なんかこういう風にねラジオネームの由来がわかると面白いですね。クーさん、会ってみたいの尾崎豊さんです。知ったのが遅かったので実際のライブに参加したことがないので、できれば肉眼で見たかったなと。なるほどね。アンさん、会ってみたいのは木村拓哉さんです。どんな匂いがするのか確かめたいですそんな至近距離そんな至近距離で行く感じ、はい、破れ傘さん、
画家のクロード・モネさん、会ってみたいっていうか、綺麗な睡蓮絵とかがどんな風に出来上がっていくのか描いている途中が見てみたいです。ああ、なるほど ね、こうやって天才が関わるのってどんな感じなんでしょうね。まあでも努力して地道に描いてらっしゃるんでしょうけどね。うん、いやまだまだ引き続きお付き合いください。内田屋 J カントリー。鴨繊維という会社をご存知ですか。日本から体の冷えをなくしたい、そんな思いで新機能素材キル岩盤浴 BS ファインを生み出しました。1年365日あなたを冷えから守りたい。繊維の力で明日を変える、鴨繊維株式会社。内田屋セブンスアルバムミュージックボックス。心と耳に馴染む歌声とハーモニー、そしてどこか懐かしいメロディーライン、ハートフルなサウンドであなたの心のオルゴールを奏でます。内田屋セブンスアルバムミュージックボックス、詳しくは内田屋オフィシャルウェブサイトにて。内田屋 J カントリー。内田屋 J カントリー生放送でお届けしております。さあここでイベントのお知らせです。4月に入ると、17日の日曜日、富士の森神社歌います。富士の森神社手作り市ライブでございます。4月17日日曜日、時間は14時、午後2時から富士の森神社境内で歌いますので、観覧無料となっております。いろいろねお店も出るのでぜひいらしてください。その他の様子はですね、内田屋青い空ブログに毎日アップしてます。先日のね亀岡でのイベントもアップしてますので、今日の様子もまた今夜アップしますのでね、内田綾、綾はひらがなで検索してください。 Facebook やホームページもねあるので、ミュージックビデオなんかもいろいろアップされておりますので、はい、あの iTunes とか Amazon でもね楽曲ゲットしていただけますので、よろしくお願いいたします。はい、そして来週のメッセージテーマいきましょう。来週もう4月入りますね。というわけで、新しく始めたいこと、新しく始めたいこと、これ来週のメッセージテーマでございますので、ぜひ皆さん送ってきてください。メールアドレスはあや @kbs.kyoto、 おはがきでもいいですよ。郵便番号 602-8588、 KBS 京都ラジオ内田や J カントリーの係まで。そして KBS 京都のホームページにリンクされている番組ホームページのお便り送信フォームからもメッセージを送っていただけます。送ってくださった方の中から毎週抽選で3名様に番組オリジナルステッカー、そして BS ファインのサンプルリストバンドリパンフレットセットにしてプレゼントいたしますので、住所とねお名前も欲しい方は書いて送ってきてください。よろしくお願いいたします。さあ行きましょう。有名人で会ってみたい人、月光の男さん、会ってみたい有名人八代亜紀さん、何回かテレビでおじいちゃんを抱きしめているのを見て、気取らない優しい人だなとファンになりました。もちろん僕も高齢者ですが、じゃあ抱きしめてほしい感じですねこれはね。そして鴨川ギャルさん、ビートたけしさんです。もうレジェンドでございますね。東京ジャイアンツさん、世界一のバッターイチローさんです。ジャイアンツやけどイチローさん。3年前に日本で開催されたメジャーリーグ開幕戦を2試合見に行き、2試合目が引退試合だったのですが、試合中にベンチへ下がる時のシーンが感動的で、会場全体がスタンディングオベーションで送られた時は泣いているファンもたくさんいました。また試合が終わった後も場内を一周し、ファンの皆さんに向けて別れの挨拶をしておられました。今振り返ってみると行ってよかったなと思いますと。すごい貴重な場にいらっしゃったんですね。なんかねこの会ってみたいっていうのをこう一方的に見たっていうのはね、結構皆さんそういうのあっても、まあ、こう直接ね面と向かってこう目と目を合わせてみたいな感じで会ってみたいって感じですよね。イチロー選手もレジェンドっすよね。はい、由美子さん、シンガーソングライターの谷村新司さん、ファンな感じですかね。天野純さん、女優の清原果耶さん、若手の女優さんですと、これからの活躍を期待している若手の女優さんですと、綺麗な可愛い方ですよね。まこっちゃんさん、男性が選ぶ恋人にしたい有名人ランキングで1位の京都出身の吉岡里帆さんです。ドンギツネの役柄も可愛くて、ぜひ一度会ってみたいです。めっちゃ可愛いですもん ね、京都にいたんですよ吉岡里帆ちゃん。ねひーちゃんさん、ダイアナ妃に会ってみたかったです。ろう人形のダイアナさんにはお会いすることができましたが、背が高くて本当に美しい方だったのでと。いやー綺麗な方だったんでしょうね。そうか、そういう風になんか展示されてる場所があるんですかね。
ブーニャンさん、なんて言ったってもうあの世に行かはりました大原玲子さんでございます。できれば一緒にウイスキー飲みながらしみじみと、いいじゃないですか。高校野球とゴジラ大好き芸人さん、 KBS ラジオのパーソナリティの皆さん、あやちゃんをはじめ何人かの方とお話ししたことはあるんですが、まだお会いできてない方といろいろとお話ししたいですと、ね、なかなか、まあでもイベントとかでね結構会えたり喋れたりっていうのはチャンスありますしね、うん。あっきゃんさん、あ、私？お、私ですか。それは2018年 KBS 京都のイベントで一度お会いした内田彩さん、あやちゃんにもう一度会いたいなと。会えますよ、結構気軽に会えますよっていうなんかあのライブ来てくれはったら全然、はい、もう物販とかでも全然会いましょうね、待ってますね、はい。他にも、マリッペさんは増田岡田の岡田さん、あクイズノーベル賞の MC、 あの BS 富士の番組ね、私も何気に見たことあります、なんかね見ちゃいますよね、はい。他にも三重県のユッキーさん、子猫ちゃんさん、サンフラワーさん、彦根のドナちゃんさん、山田のハム太郎さん、ジャブローズさん、心はいつも青春さん、街中スキップさん、徳兵衛丸さん、トワイライトムーンさんに、桂のトッシーさん、森山塾さんに、そしてトコちゃんさん、高知のトコちゃんさん、トールちゃんさんに、あついでさんに、ひろちゃんさん、そしてこの方、小結び藤の山さん、松山英樹選手に会いたいと、きらめピンクさん、深田恭子さん、同じ誕生日なのでとかね、イージーライダーさん、女優の岡田奈々さん、他にも海老天堂大学スポーツ健康学駅伝部キャプテンさん、そして彦根城太郎さんなどなどお便りたくさんありがとうございました。というわけで内田彩、またお会いいたしましょう。バイバイ。この番組はキルガン万浴 BS ファイン加茂繊維の提供でお送りしました。